今週の夜クリ反省会です。はい、ということでね、はい、あのね、僕ね、先週ずっとあの日本に出張行ってたんですけど ね、出張がね、決まるね、出張は決まってからか、出かける2日前にですね、父からじゃないですか、まあ、家族から電話があって、あの父が危篤だと。そうでしたよね。でね、これはね、たまたまこのタイミングでね、日本に行くってことは、もうこれは、まあ、親父とね、最後のお別れになるのかなと思ったんですよ。そしたらですね、まあ、結果助かっちゃったんですけども。よかったですね、本当ね。でも僕の場合ね、父もね、まあ、僕と似たような仕事をしてる人なんで、うん、割とこう子供の頃からね、この業界に入るんであれば、うん、まあ、親の死に目に会えないから、うん、君も自分の仕事を全うするために、うん、別に僕の、ね、死に目に駆けつけなくていいよみたいな、うん、ここ暗黙の了解がこう父との間にあったわけですよ、うん、でもまあ今回これだけで神様がね、会わせてくれるかなと思って病院に行ったんですよ、うんうん、したら父はね、やっぱりね、僕に対してやっぱね、こう言いたいことがいっぱいあるんですよ、やっぱね。あ、ね、言い残すことがないようにね。ないようにと思ってね、こんなマスクつけてるのにさ、僕は親父大丈夫かって言ったら、大事して、お前はどこだここだってずっと説教するんですよ。大体今日も来なくていいのにね、こんなね、番組あんのに、アメリカから来ることないのにとか言いながら、で、僕はなんか言うとマスク、人なし聞かないんですよ。いや、笑っちゃいけないけど、見ないんですよ、ほんと。パカッとまた言いたいことばーって言うわけ。相変わらずだなとね、うん、どうだよ、最後までこういう人なんだなと思いながらね、うん、まあでも、まあ、父がいたから僕もこうやってね、その業界で生きていられるんだなと思いながら、母や妹たちとこう涙涙に話をしてたんですよ。本当ね、本当ね。でこう、なんて心電図って言うんですか、はいはいはい、ピピン、ピピン、プーって言っちゃうとまずいわけでしょ。涙涙すごいドキドキしますね。で父の場合はですね、うん、僕その話が終わってこう疲れたからこう一寝りしたんですよね、うん、で僕と母と妹がいろんな子からどうしようなんて話をしてたんですよ。で死んでるのパッと見たらビビン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 って元気になってきちゃって、とりあえず今は、ね、復活したんですね。やっぱりほら、岡野さんとお会いになってね、また頑張んなきゃって思われたのかもしれないですよ、うん、まあ、妹はそうに言ってましたね。絶対そうですよ。まあ、父も言いたいことが言えたしね、とりあえずここでちょっと一安心して、ね、いや若い時ってあんまりそんな風なことを真剣に考えないんですけど、うん、どんどん年を重ねていろんな人の身近な人の死を経験したりしていくと、うん、やっぱりなんかこう、なんか分からないところで影の力がなんか働いてるような気がするじゃないですか。それこそ ね岡野さんが今回日本に行くタイミングで、ね、うん、お父様がそんな風な状況になられたことも、もしかしたら何かの、ね、計画があったのかもしれないとか考えてしまいますよね。だまあ本来だったらね、他の仕事もいっぱいあるんでね、その時間を割いても何回も通おうと思ったんですけど、結局やっぱ仕事でね、1回しか会えなかったんですけど、それでね、生きながらやってくれたんで、またね、何年ぶり、何ヶ月ぶりと、1年半ぶりぐらいですかね、でもやっぱりそういう状況にならないと真剣にお互いこう話し合わないこともありますもん ね、普段じゃ話せないこととかも、ね、それこそね、夜食いの前のモニクリなんかね、ウェブでね、あ、そうですか、そう、素晴らしい、うん、やっぱりいつまでも親は子供が心配とかですね、最後までね、説教してたね、うん、本当に、そうなんだ、ね、なんておっしゃるんですか、うん、なんておっしゃったんですか、何が悪いとか、どこが悪いとか、いや、これモニクリに対しては一切言わないですよ、でもね、俳優さんだった時代はね、37、8まで文句言われてたね、演技は違う、こうだだって、ね、うるさい父でしたね。妹なんかも、妹も同じ仕事やってるんですけど、もうお父さんのそばにいたくないっていうぐらい口うるさい人でしたね。もう死ぬギリギリ、まあ、まだ死んでないですけどね、死ぬギリギリまで父と 母と妹をね、なんかこう、あーだあーだこうだそうと言ったみたいですよ。もう心配でしょうがないですよね、まあ、ね、しかしね、というわけでね、はい、反省会でした。